藤優子さんが沢子の朝に出演します。坂東優子さんといえば、テレビ朝日、フジテレビアナウンサーとして、30年以上も報道の第一線で活躍しており、最近では震災の報道での超人的な働きぶりなどで、非常に有名なキャスターです。その坂東優子さんの若い頃や滑舌や呂律、そして旦那を略奪したという噂など、気になったので調べてみました。坂東優子さんのプロフィール、名前坂東優子、坂東優子。出身地千葉県市川市。生年月日、1958年11月19日。学歴、日比谷高等学校、上智大学国際学部比較文化学科卒業。坂東優子さんの若い頃、坂東優子さんは千葉県出身ですが、高校時代にアメリカミシガン州の高校に交換留学生として留学し、帰国後は上智大学の比較文化学科を卒業します。大学中はホテルウーマンを目指しており、ホテルマネジメントを学ぶ留学費用のために、渋谷のパルコでエレベーターガールのアルバイトをしていました。そして、その時坂東優子さんが外国人客と流暢な英語で会話しているのを、たまたま居合わせたテレビ朝日のプロデューサーが目に留め、坂東優子さんをテレビ業界にスカウトします。坂東優子さんは大学在学中でしたが、在学せずに学業と両立させながらテレビ業界に飛び込むことを決意。報道番組のアシスタントから始まり、26歳の若さでテレビ朝日、ニュースステーションの CNN のコーナー担当に大抜擢されて以降、活躍の場をフジテレビに移すなどを経て、30年以上にわたり報道の第一線で活躍し続けています。大学の方は、忙しい合間を縫って勉強を続け、28歳で卒業します。さて、こんな超努力家の坂東優子さんですが、エレベーターガールをなさっているということで、若い頃の姿が気になります。こちらが坂東優子さんの若い頃の写真です。髪型は変化していますが、顔立ちに面影があり、確かに坂東優子さんでしょうね。鮮明ではありませんが、お綺麗なのはわかりますよね。坂東優子さんの滑舌と呂律。さて、坂東優子さんですが、滑舌や呂律について、心配する声が聞かれています。ネット上の書き込みでは、坂東優子さんが最近呂律が回らなくなってきたのが気になります。前はもっと滑舌は良かった方なので、こんなことは全く気にしたことはないのですが、もしかしたら脳梗塞かもと心配です。坂東優子さん、呂律が回らなくなってきたと思いませんか？それとももともと滑舌が悪いのでしょうか？とてもできる方というイメージで、憧れていたのでショックです。お年のせいでしょうか？疲れてるんでしょうか？ツイッターではこんな声が、坂東優子ってアナウンサー。まともに話せないならニュース読まないでほしい、アンダーバーバックコート。あの滑舌の悪さはアナウンサーとして致命的でしょ。坂東優子滑舌悪くなったな。あれ、坂東優子ってこんなに滑舌悪いっけ。坂東優子さんの滑舌不調は心配。スーパーニュースの坂東優子キャスター。なんだが呂律がうまく回ってない。どっかから空気が漏れてるような発声だ。フジテレビ報道の顔のスーパーウーマンも夜年並みには勝てないか。夕方のニュース。坂東優子さん、呂律が回ってなかったんだけど、そんなにお年ではないですよね。一年以上このニュース番組見てなかったから、いつもと比較のしようがありませんが。坂東優子さん、おばあさんぽい喋り方になったなぁ。なんつーか呂律が怪しい。シャープフジット部、パンチョビューティ。さて、なぜこのように滑舌や呂律について心配の声が上がるのか。その理由として、ネットユーザーたちが多く挙げているのが、1、アナウンサーとしての訓練をきちんと受けてこなかったから。2、東日本大震災以後、多忙のため疲れが目立つようになった。3、年齢によるもの。
の3点でしたが、実際のところはどうなのでしょうかね。丹道優子さんの旦那は略奪、嫌いなの。丹道優子さんの旦那さんはフジテレビのプロデューサー堤浩一さんです。丹道優子さんは1989年に広告代理店の既婚男性を略奪する形で結婚し、1993年に離婚。その後、当時既婚だった堤浩一さんと10年以上の不貞交際を続け、2006年にこちらも略奪する形で結婚を果たしています。2002年にその交際が週刊誌にスクープされ、その影響か、担当していた FNN スーパーニュースから一時的に降りましたが、すぐに復帰。旦那さんの力が働いたとも、安藤優子さんに代わる人材がいなかったから、とも言われています。それにしても、二度も続けて略奪というのは、決して褒められるべきではないのでしょうけれど、なんというか、ものすごいバイタリティをお持ちの方なんでしょうね。ちなみに、安藤優子嫌いというワードで検索をかけている人が多いようですが、やっぱりこのプライベートの経歴について、安藤優子さんのことをよく思わない人が少なからずいる、ということのようです。その一方で、あれは略奪したんじゃなくて、男の方がついていったんだ、なんていう意見もあります。やはり、安藤優子さんの強さに憧れる人も少なくない。ということでしょうね。その強さがプライベートで、ああいう形で出てしまったということでしょうか。どんな人の生き方にも、賛否両論はあるのだと思いますが、安藤優子さんのキャスター、報道陣としての圧倒的な力量には感銘を受けないわけにはいきません。今後も、心配されるような無理をせず、報道の第一線で活躍し続けてほしいと思います。以上、安藤優子さんについて。